ヨネシエ様がいるのってこの辺かな。まったくフラフラと、こんなところで何をしているのだ。銀千代ちゃんって面白いね。心配だと怒って嬉しくても怒るんだね。だ、それは私が本当に怒っているからだ。はいはい、素直じゃないんだから。とにかく宗茂様を探しに行きましょう。宗茂め、このようなところで何をしている。戻ってくればよいのに。戻れない事情があるのかもしれないわ。とにかくこの辺りを探してみましょう。ハンプリントリータに立花の道を阻むなら切る。あら、銀千代さんたちじゃない。いいこと思いついちゃった。銀千代さん、いいこと教えてあげる。宗茂さんは山頂の砦にいるわよ。今私たちが一生懸命攻めてるとこなの。早く助けに行った方がいいわね。それじゃあ私は忙しいから、じゃあね。任せよ。よかったね、銀千代ちゃん。宗茂様、無事だって。奴ならば当然だ。まして喜ぶようなことでもない。素直じゃないんだから。とにかく山頂の砦に急ぐぞ。申し分ない働きだ。かかったぞ。人間どもを押しつぶせ。蹴散らしてやりましょう。ありおる。敵将勝ち取った
し分ない働きだ。宗茂どこだ。宗茂待って、なんか怪しい。今だ、門を閉じろ。この程度の罠に踏むとかくなる上は盾を誇り高く戦うのみ。急に騒がしくなった。任せて。宗茂さん、団長の騒ぎが聞こえてる。銀柱さんが大変よ。閉じ込められて敵に囲まれちゃってるの。銀柱ならあり得る話。だから放っておけない。だが、お前の罠だと知った。こんなところで何をしている？それはこちらのセリフだ、バカ者。それはお前を助けに来た。それもこちらのセリフだ、バカ者よ。ヘイハン、バカ者。落ち花の風神と雷神が揃った。それならもう怖いものなしね。ああ、戦場に嵐を起こした。いいだろう、行くぞ。遅れるな、宗茂。行くぞ。任せよ。Yeah!
そうか、後でたっぷり怒られそうだ。愛し合う二人、お互いを助けようとしてどの場合なんて素敵な展開を期待してたんだけどな。立花を侮るな、ダッキー。俺たちはどんな状況でも生き延びる、二人でな。やってらんない。これが銀千代の可愛いところなんだ。黙ろう。もう知らん。私たちの勝ちだよね。助けに来てくれてありがとう。言うべきかな。ま、お互い無事に再会できたことを今は喜ぶとしようか。もう少しこの世界を見聞したかったが、銀千代に見つかっては仕方ない。雷を落とされる前に合流するとしよう。